きもロックしちゃうし、ドリフトもしちゃうね、立ち上がりで。なんでまだ全然攻めきれないんで、まあ、ちょっとまず午前中はコースを越えるのに、まあ、徹底して午後タイム出しに行こうかな。ただでもちょっと晴れ男すぎて午後気温が上がっちゃうんで、ちょっとタイムが望めないかなっていうのは残念なんですけど、まあ、雨よりはねいいんで、ちょっとまあ午前中はね腕鳴らしというか感じで、本庄2年ぶりなんで、そんな感じでちょっとやっていきたいと思います。はい、ドライ43秒入ったかな、多分グリップ感はさっきより出てきて、まあいい感じだね。ちょっと立ち上がりがなんだろう、ピッチングがすごくてトラクションかかんないんで、あんまり急な打角で加速するより、こう滑らかな打角で加速しないと立ち上がれないっていう感じです。はい、こんなにも来てもらいました。イエーイ。3番目の結果って言ったっけな、43秒902です。で、4本目が44秒013、お昼挟んで1本目なんですけど、ちょっとね、もうね、だいぶ気温が、また気温のせいです。せいにしてるんですけど、44秒013とね、もう43秒台に入らなくなってきてるんで、ちょっとまずいな。ちょっと、もうちょっと43秒真ん中ぐらいまで、43秒7とか8ぐらいまではちょっと出したいなと思ってるんで、ちょっとね、多分動画見てもらったら分かると思うんだけど、立ち上がりの時に結構こう車が暴れちゃって、ピッチングというか多分サスがダメなのかなっていう、ダンパーがね死んじゃってんじゃないかなっていう感じなん でもしかしたらタイヤの空気圧が低くてこう跳ねちゃってるのかもしれないんで、ちょっと次は空気圧高めにしてちょっと行ってみようかなっていう感じです。はい、
43秒5とか、みんな5だね、43秒4とか、もう一人でドンケツで遅いんで、ちょっとね、聞く話の感じだと、ブレーキガンガン詰めていけ、行っちゃっても良さそうな感じなんで、ちょっと次はブレーキめちゃくちゃ頑張ってみようかなっていう感じで思ってます。はい。はい。という感じで、ちょっとね、こちらの VIB、ちょっと同じクラスで走ってる車両なんですけど、ちょっとね、なかなかすごいカスタムしてるんで、ちょっと愛車紹介させてもらいます。よろしくお願いします。オーナーの川本さんです。川本です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとじゃあ、はい、カスタムしてる箇所、外装から聞いてもいいですか？外装は、バリスの、ボンネット、ボンネットと、リアはトランクと、あーカーボントランク、カーボンの GT ウィングがついてます。あ、GT ウィング、はい、あとはルーフはちょっと、ラッピングで貼ってあったりして、あとはカマードが1個ついてるのと、はい、本当はリップがあったんですけれども、ちょっとサーキットでぶつけて欠けてしまったので全部取りました。なるほど。ホイールはこれはですね、MT03RR の10J のインセットが35です。じゃあ僕と一緒ですね。はい、050の、265-358 ですね、タイヤは。ちょっと山がないんで、ちょっと逆バックしていいですか？ああ、なるほど。そこは突っ込まないでいただいて逆バックも全然早いんで、まあえてやってるということで、はい、はいはい。で、カーボンのミラーがついていて、はい、まあ、横は STI のサイドがついてて、パフォーマンスパッケージは最後まで残ってるリアはローエンの、はいはい、チーフでバンバンで譲っていただいたやつで、でマフラーは HKS のスーパーターボマフラーです。このいいですね、このダクトが開いてるのは、はい、バンパーが、これも僕と一緒の GT ウィングで、あとはやっぱりこのブレーキですね。ブレーキはこれ D2 のキャリパーで、D2 もう4年以上使ってますけども、全然制動力もあって、なかなか良さそうですね。仕掛けにも強いですね。これリア何ミリですか？これ前後356ミリ、356ミリのモーターです、ね。フロントはやっぱり色が落ちちゃいますね。そうですね、やっぱ変わっちゃいますね。メタリックグリーンとまあ走ってる証というかですね。ぐらいしか、わお、これはなんとここにインタークーラーがないということはここです。前置きになってます。 GRB 用の GRB 用 HKS の R タイプインタークーラーです。つくんですね、つきます。ちなみにこれ何馬力あるんですか？一応440馬力、440馬力ぐらい。58とか58キロすごいっすね。GT3 タービンを使って、エンジンが 2.2 で、はい、タービンが GT3。 わーすごい、このパイピングが腕はパワーで、チューニングしてなんて大きなってこのタービンのカバーがね、やっぱこのなんか車外タービンっぽい感じが、これラジエーターもトラスト、これそうですね、フレッティ。やっぱでも前置きインタークーラーだと温度きついんですかね？そんな変わらないですか？前にするとそのラジエーターのファンが全部下がっちゃってる状態なんで、まあ良くもある悪くもある両方デメリットメリットもある。水温とかいうのもちょっときつめですね。あ、なるほど。という感じで、この
すごいチューニングした VAB とちょっとバトルをしたいと思うので、ぜひご覧ください。
僕がね最後の最後にちょっとタイム縮んで43秒444でした。で、カモさんが43秒73です73で、コンマ23ぐらいちょっと僕の方が早かったんですけど、皆さんの勝利です。ありがとうございます。まあこれから次 PC2000 とモバラもちょっと一緒に走るんで、その後も、はい、結構いつも仲良くさせてもらってるんですけど、あの一緒に走るの初めてですもんね。そうですね、いつもよく四国とか大国行ったりするんですけど、初めて一緒に走ったんで、今日は本当いい体験ができて、ノーマルエンジン、ノーマルタービンとチューニングカー、チューニングエンジンと、やっぱりチューニングしたからタイムはね、ものすごく入ったわけでもなく、そうですね、腕とか、まあ、タイヤも違いますし、ブレーキとかいろんなところやっぱ変わるんで、ノーマルでも速い方もいらっしゃいます。まあその辺がね、いろいろ確認になると思うので、なるべく腕をチューニングでカバーして腰の差をチューニングで入れるっていうのも手ですから、まあそうです、ぜひぜひチューニングもねやっていただいて、はい、もちろんノーマルの方でもすごく速い方もたくさんいらっしゃるてな感じで、今回のバトルは以上になります。ありがとうございます。ありがとうございました。そういえばメーター温度類走ってから確認してなかったんだけど、油温が114度ぐらいだね。まあ、油圧は 8.5 ぐらいで、まあ、ブーストはね、これね、ちょっと本庄走った後に踏んじゃったやつだから、本庄走ってた時は 1.6 ぐらいだね。で、水がね、100度、今までのサーキットでね、100度ね、行ったことってなかったんだけど、やっぱ本庄ストップアンドゴーでミニサーキットっていうこともあって、あの走行風がラジエーターに当たらないんで、ちょっとね高めだったかなと。油温もね110を超えたことなかったけど、まあこんな感じで、まあ TC 線と本庄とね2回走ったんで、まあオイルは変えるつもりです。はい。走り方としてはやっぱりクーリングラップを 1,2 周走ってアタックっていう風にはしてるんで、いつもの同じルーティーンですね。必ずクーリングは入れるんで、アタック、あとはそれでもこの温度です。